どうですか調子は。調子は別に問題ないです。いいですか。そうですか、はい、何そうですか、はい、あ、そうなんや。そうなんです、というわけで久々のドッキリ企画を開催したいと思います。楽で、ね、でもう今日本日やっちゃおうかなと思います。もう突然僕ひらめいた企画なんで、はい、まずドッキリの対象は部長です、はい、で、はい、まあ今 UK が読んでる内容なんですけど、はい、まあ、簡単な企画書なんですが、部長がプロフェッショナル仕事の流儀という NHK のドキュメンタリー番組のオファーが来たと、はい、部長に、はい、来るわけないけどなで、でもワンチャンありえると思うねやんか。まあまあまあ、うん、はい、再生回数も伸びてきてるし、はい、でね、俺ね、実はね NHK の取材、ビッグモーターの件で取材来たでしょ、はい、あの時に NHK のディレクターと僕つながったんですよ、はい、で、実はね、これちょっと恥ずかしい話なんやけど、もうぶっちゃけ言うわ、仕事の流儀に神を出演させてくれないですかって実は相談したんよ俺、はい、うん、あの人だったら板金とその何ぞやって知ってるし、あのこういう人もいるんだよっていうのをちょっとフォーカスして仕事の流儀に出してもらえないですかっていう実は相談をして、それ部長知ってるんですよ実は、はい、でも今回それ多分ダメやと思うよ、返事がないんで。だから仕事の流儀っていうのは部長は耳にしてるんですよ一回。ああなるほど、はいはいはい。でまさかの部長にオファーが来たっていうのがまず一個設定、はい、で次にここからちょっと演出入るんだけど、はい、もう一個テーマとして部長が大ファンの芸能人が一人いるんですよ。あ、それがこの人なんですか。そうなんですよ、実は。あ、そうなんや。部長がこよなく愛するタレントさんが竹内力なんですよね、はい、竹内力なんです。なんかまだ全然なんかイメージに出てきますね。そうやね、なんでっていうところもあるんだけど、まあまあそれは個人のね、はい、とこだから、まあ竹内力かっこいいからね。まあまあそうですね、あの南の帝王とか出てる人で、あの人を大好きで、で要はあの人 YouTube やってるんよね、はい、竹内力チャンネルって言って、はいはい、でなんか力散歩って言って、あの竹内力さんが散歩して可愛い女の子とキャッキャね写真撮ったりデートするのかな、ごめんなさい全部内容見てないか分からへんけど、まあ、あの人女好きっていうなんかそういうちょっとイメージをあえて多分演出なやと思うんやけどね、やってて、でそういう、まあ、ワンチャン BIC に来て力チャンネルの力散歩っていう番組で、で部長を、まあ、見に来て、で部長を気に入って、まあ、あばよくばデートしちゃうみたいなところまでっていう企画が来たっていうのと、はい、重なると時期が、あオファーの時期がどうしてもどっちも譲れんと、どっちも同じ時期の撮影日と同じ時期の公開したいっていう番組の設定枠がもう決まってて、はい、まあ、出るか出ないかまずは、でどっちを選ぶかで、うん、NHK の方は俺、はい、ディレクターとつながったり電話してるの部長目の前で見てるから、はい、ワンチャン新人やんか普通に。だけど竹内力って言った瞬間にあれこれドッキリじゃねえってなるんよ絶対に、はいはいはい、おかしいやんか、そんな話来るわけないやん、はい、ここで UK の出番なんですよ。ほう、ここで UK に YouTube を見たお客さんいっぱい来てるやんか、はい、で俺と UK で接客するときたまにあるやんか、はい、で前来たちょっとここはもうちょっとカットだけど、はい、あの人をこれに設定しようと思うよ。要は車も当てた、はい、ほんまに実際当てましたお客さんで、前から BIC 来たかった、はい、で事故してしまったから、まあ、当然来てくれたと、はい、その時にその人が竹内力チャンネルのディレクターやってるってことで、スタッフやってるってことで、あなるほど。でその話が僕も聞いてたけど勇気の方に入ったことにして、はい、でそれを俺が今日聞いたっていう体で、はい、ですり合わせしたところなんと時期が被ってると、はい、で部長にどうするっていうのを最後今日いつものミーティング終わった後に俺とゆけが先にこの話をしてて、はい、部長にもうドンと投げるみたいな、いきなり相談するみたいな、もうちょっとまだ先になるけど結構有名人とコラボする話も今出てるやんか、はいはい、あんなんとかもあるからさ現実味あると思うよ今回。あそう、流れ的にさ、とにかく部長からどんな言葉が出るのか、あ、うん、竹内力を選ぶかプロフェッショナルを選ぶか、自分選ぶか会社選ぶかそう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 、まあそうやね、極端な話言うとね、うん、あでもこれはでも難しいところですよねそのどっちのオファーもあって、うわこれはでもすごいな、頭抱えるな、いきなり急に突きつけられたらどういう風な展開になるか、もうちょっと見物じゃないかなと。そうですね、はい、でコバとタックンは多分普通にリアクションしてくれるから、もう俺と勇気が振っていくみたいな話で、はい、じゃあ頼みますよ、はい、
了解です。 OK、 じゃあドッキリ開始します。それでちょっと社長、あれいいっすか、今日話して。あれしてます。いや、どうするのかな。これバタバタしてるからっていうか、12月の話だからちょっと後でいいかなと。今日電話ってなる、はい、前から話振られてて、どっから話しやる、ややこしい。まず俺の話しようか、はい、俺のっつったら話しないけど前に NHK の取材受けたでしょ。で、あの時にその NHK のプロデューサーみたいな人と連絡先交換して、ちょっと LINE やり取りしてた。で、神にプロフェッショナル仕事の流儀ってあれに出してもらえませんかって打診してないけど、結局あかんかった。あかんかってんけど、向こうがうちの YouTube みたいな2人で、ディレクターの子が、面白いんじゃない？もう一回なって、神じゃなくて、部長に出てほしいって言ってる。私？うん、部長にオファーが来てて今。で、俺も部長って思ってんけど、多分向こうも意図的な考えがあるんやと思う。女性初のとか女性のみたいな言ってるから、これって板金塗装で多分いろいろ調べた結果、まあ今そのトレンドっていうか、テレビ番組の風土が、まあ、働く女性みたいなスポット当てて企画なんかいろいろやってるらしい。で、その中にバサッとハマったから、一回それをオファーさせてくれませんかって話が来てて、で、それが12月1日から12月末にかけて、こう、がっつり密着って言ってたけど、ざっくりな企画としては、ここの日にちとこれが決定らしい。で、あと打ち合わせとかあるから、それはまた後日追ってっていう話してて、じゃあちょっと待ってくださいって今バタバタしてるし、部長も今いろんなことが考えてるから、ちょっと落ち着いてから話しますって話で止めてたね。で、これほんまびっくりするんだけど、勇気も勇気で、この間、ハイエースの。そう、ハイエースのお客さんが YouTube 見て来てくれて、で、俺呼び出されたのよ。俺に会いたい会いたいっつって。で、あの時めっちゃバタバタしてたから、俺も名刺だけもらったのよ。で、なんか顔広いみたいで、まあ俺の知り合いの知り合い知ってたりとかで、まあちょっと話してんけど、ちょっとその時ほんまにめんどくさいなと思ったから、正直。車の修理やったら、もう、ゆきに任せますみたいな話して、ゆき、何だそしたら、こっちもこっちで、全然別件やないけど、これと全く関係ないんやけど、YouTube 見てきてるから、YouTube 仕事してんのよ。YouTube 関係の仕事してるみたいで、今話が来てて、俺も今朝聞いてびっくりしてんけど、また電話かかってきて、ちょっとその内容だけ、ちょっと伝えてて、まず。リキチャンネルっていうなんか、チャンネルの、ちゃん分かんないでしょ、僕も知らないよ。俺それ聞いてびっくりしたよ。でそれからなんか竹内力さんが出てるやつみたいで、そのディレクターかなんかをやってるみたいなんですよ。でその人がなんかこの見て、その力チャンネルさんのなんか企画があって、それになんかそのすいませんかみたいな、今聞いた話やっていう感じで10日間ぐらい打ち合わせとか、12月中頃やろ。だからそこが被ってる。15から26ぐらい、10日間は欲しいみたいな感じなんですけど。なんか企画で言ってたよね。なんかその竹内力がふらふら歩いて、はい、なんかそのあの人女の子好きで、なんか女好きみたいなキャラ作りしてて。でまあ、その頑張ってる南の方のなんか会社やってる人とかスタッフとかと喋ってみたいな感じの企画をしてた。前になんかどっか行ったって言ってましたね。福岡かなんかって言ってたんで、その時もやってなんか好評やったからやりたいなって思うんですけど、そうなんだ。竹内力が真っ赤にここに来て、で部長のなんかどんなすのかな分からんけど塗装やってる子がいてみたいな、で面白いねみたいな話になって、それだけ。内容で内容も聞いてます。
内容はそんな聞いてないですよ。どうですかみたいなこと言われたんで、もうちょっとは。そう、BIC の。いや、多分違うと思うよ、その場合。その、今の話だったら、多分部長やったんで。多分そうやと思う。部長、その女子が多分このなんかメインで、結構こう、何て言ったんやろ。俺、チラッと見たことあるけど、なんか YouTube 開設したって言ってたやん。その時俺、チラッと見たんやけど、確かになんか、女の子と一緒にドライブ行ったりとか、なんとか散歩、リキ散歩やったかな、そんな感じの、なんか一緒にドライブしてるとかみたいな感じやったりな。もしくは散歩して、こう、地元をなんか回って、なんか多分声かけて、なんか、やるようなチャンネルって言ってたんですけど。あれやんな、窓田博士がやってる人間国宝みたいな感じじゃん。多分、しゃべってコミュニケーション取ってる。それとなんか映画版みたいな感じやから。たぶん、先吉力と、例えばそのドライブ行ってみたいな感じになるんじゃないで、部長のなんかいいとこ聞き出したりとかいうような感じで、それで僕もちょっと聞いたのが、そのうちもだからそれやったら YouTube とか出していいんですかって聞いたら、それはダメみたいで、あ、かむ、それやったら仮になんか出演してもらう、こっちの BS チャンネルに出演するやったらそれは相談はできるけどっていう感じのこと言われたんですけど、あ、ほんならそれはあれか、ここにもあっちのチャンネルのみだけにしか、うん、そろそろ出れないけど、それでも十分宣伝には俺は絶対なると思う、うん、そこを面白かった、今の話を、まあ、今話せる段階で整理すると2つは無理よな、多分これどっちかずらさないか、いや、ずらさないけど、これは絶対って言うけど、もう枠が決まってるから、この枠で1月、中旬ぐらいにもう編集して出すって言ってたから、そっちはずらさせない、え、そう、開けといてってことをその10日間、はい、でも5分確定じゃん、もう日にち、向こうも予定があるからじゃん、だからこれをだキンキンだから返事くれと、返事くれと、あ、はい、そういう感じなんですよ。で、最悪ずらされへんってなったらどうする、こっちの NHK のプロフェッショナル選ぶか、リキチャンネル選ぶかっていうのも、ある程度、部長の意思だけ聞いて、な、まあ、電話するわけです。それをこう調べたりしたんですか？調べるっていうのも。リキチャンネル、見てないし。ああ、まあ、見てからって気持ち的には。いや、それあれじゃないの、竹内力が好きやからってことだよ、あ、プロフェッショナルってすごいって、え、南の帝王、まあ、南の帝王、まあ、見てた、好きですけど、僕はあの衛星で欲しいぐらい好きやったけど、あ、そうなんや、竹内力好きっていうのは俺聞いたことあったから、竹内力って聞いた時に、あ、部長多分こっち優先になるやろうなと思ってた、その竹内力チャンネルのことをどの子で言うつもりはないけど、その宣伝力とか発信力は絶対そっちの方がある。こっちは密着で、これテレビにとことん密着するからね。それが嫌なんです、それが嫌なんです、密着でしょ。まあ、あれ確かに部長は苦手っちゃ苦手よな。それはこれは YouTube とか撮ってるとこもだから、うちも出せるとかない、まあ、それは あると思います、もちろん。いや、プロフェッショナルは仕事の流儀やから、基本仕事中。でも、その、例えば出勤前とか、出勤中とか、退社するとこまでとかは、多分くっつくかも。その、ずっとじゃないけど、何回か、その。まあ、その辺は多分、要相談みたいなことですよね。ただ、その部長はどういう考えでやってるのかだとか、過去にどういうことがあって、今の仕事に取り組んでるのかって、ルーツを探っていくような番組やから。で、その部長という人間性を表現するような感じ。これに出れるほどじゃないって今結構出てるの、料理人とか、あのほら、カレーの社長、俺のし、お客さんの彼女も出てるからね、だいぶ前だから、スポットが当たれば出るんだ、からそのカレーに対する思い、うちのお客さんが出てるんだ、うちでポルシェ買ってくれる人は、まあ、こっちは全国だからね、まあ、YouTube の発信力がすごいけど、こっち向きではないけど、
リキチャンネル。え、じゃあそういうのもそういうことだとしても、あんまりのに竹内力さんに会いたいっていう気持ちをゼロにしたとしても、でも、マジ物でもないので、まだ見たことあるか NHK のプロフェッショナルの部長が出るって想像した。そうです。めっちゃ羨ましい。一気にな知名度が上がるし。それこそ万金塗装っていうもの自体が多分認知度が広がるんじゃないかっていう可能性を秘めてるような、こんな仕事なんやみたいな、それを広めるのが今一番目的ですね。雑誌出たり取材受けたり何やかんやあれや今、まあ、流れが来てるっちゃ来てるかな、これは大体そんなもんだね。流れが来てる時にいろんな話が出て、悪いこと重なったりして、いいことも重なったりするからね。タッコンはどう思うよ今の話。権力って意味だけやったら、ほんまに多分 NHK の方が確かに強い。すごかったもんね、テレビ出た時な。うん、そうなんですよ。MBS 出た後に、それを見たテレビ局がまた別で取材来てっていう。連鎖が起こるからね。ああ、そうか。うん、NHK なんて全国で誰でも見れるんで。うん、こんな話してくれて。そうです。最初の作家さん。大丈夫です。これ絶対じゃないからね、仕事でもないし。え、今ですか。まあまあ、もう今っていうか、ね、見てからってもうあるだろうけど、そんなに多分変わらんと思うけど。なんか自分を表現するのになかなか自信ないんですけど、多分その先だからです。他のテレビ局とかのやつで、マンキングスをちょっとでも知ってもらえたりとか、そういう可能性が高いのかと思っちゃう。うち多分、ニキさんが好きな人とか、うん、なんか、ね、スーパーカーの人とか、竹内力のファンが見てるから、まあ、そこには認知度は上がるけどな、そこからなんですか。今、目指してるところで、ね、多分、あ、会社として、BIC としては、こっちも。まあ、そらそらとな。運動としてもちろん。こっち？あ、そう。何ですかって、俺。俺が決めることじゃない、ほんまに。自分で決めや、ほんまに。そう、みたいにならへん。それはもう。うちは出たい方を選ぶ。これは竹内力っていうときには、なんか、運命的なのを感じるなと思って。ああ、そうですね。だって、一緒にもしかしたらドライブも行けるかもしれない。と考えて。竹内力さんとドライブ行ったみたいな、思い出としてはすごいんじゃないか。しかも、それ YouTube に残るっていう。まあまあ、それは、うん。全然大丈夫。忙しいやんか、そのなんどう反応するわけです。出るならどっちかは出たんです。あ、それも確定。まあ、私その気はない、うん、今は普通にそう。今んとこそうですけど、そのチャンネル見たら広くかもしれない。ちょっと今日何か見てんの。いや、リキさんも。ああ、ちょっとこちら見したいけど見たことないよ、ほんまに。ちょっとチラッと見たことある。ファンやのに。なんかラボリーに乗ってた。竹内力さん YouTube チャンネル始めたみたいよって俺教えてあげたの。まだ向こうからなんかすごいかっこいい。あ、一緒に飯とか行くパターンもあるってこと。これじゃん。わぁ、あ、これ見た。あ、見ました。うん、見た見たもしょっちゅうついてるみたいですね。なんか。新地とかも自分。やっぱ怖っ。こんなん見たら怖いな。怖いな。うちモニタリングっていう番組してる。はい。してる。あ、じゃどういう番組やった。隠し込むのさ、ドッキリみたいな。正解。ドッキリです。
でドッテルドッキリですでドッテルブトリング、ブトリングです。ブトタリングです。これ次回ってくるか言えんねんな。やった後。今聞こえた。ちっちゃい声で。ブトタリングです。青はでもあれやな、名言出てたよね。どっちかは出ます。出るならどっちかは出た。あ、それも確定。まあ、私その気はない、うん。すいません、どっちもないです。そりゃそうですね。こんなとこしか出てないよ。ワンチャンバレるかなと思ったけど、あの場にいたと。全然怒らへんかった。安心した。ちょっと残念じゃないですか、ミキちゃんに。でも、この笑顔怖いと、あとね、やばいな、倍返し来るな。もしかしたら、この動画が上がって、ワンチャン、ほんまに竹内力さんからオファーが来る可能性はあるよ。ないでしょ。で、ほんまにファンなの？どれぐらいファンなの？ミナの天井は結構、全員シリーズ。あ、そう。疲れたなんかブチョタリングどうでした？じゃあ今日帰ってあの映画チャンネル見てみ。全く同じ内容のドッキリかけられてるから。あ、そうなの。見よう。それにめちゃくちゃ面白い。映画チャンネルめっちゃ面白い。してるよね。だからあのこの動画ではちょっとまだ詳しく言われへんけど、あのある人とコラボオファーして OK もらってるやんか。その人とコラボを映画チャンネルでしてるやんか、はい、だから俺は勉強で今映画チャンネル見てるよめちゃくちゃ、はい、だからその動画を見て思いついたよ、はい、あこれいけると思ってぜひ映画チャンネルみんな見てくださいというわけでした。はい、はい、お前らなんか何が起こったか分からないの。急にな部長が先下行った瞬間にそこにカメラあるからそこにカメラあるからそっち行けみたいないきなり言われて何の話ですかみたいな。ここにこうそういう置き方してたらあなんかなんかあるやんなみたいなお前らレシートやるふりしてこうずっと聞き耳立ててちゃんと計算できたんかな。どの辺でドッキリって気づいた？もう最初から分かってた。あもうカメラある時点で、ああもうこれできるやつやなみたいな。カメラの邪魔せんようにこうやってるつもりやった。ああなるほどね。もうプロフェッショナルで。あなんか見たことあると思って。ああなるほど見てるなんか。まあほんまに冗談抜きで今回のドッキリが成功した理由としてはさっきちょっと話の途中で出てたけどほんまに部長に結構いろんな案件が来てるんですよ、はい、雑誌の取材だったりとかそれこそちょっと動画あのまだ言われへんけどえそんな話来るみたいなのが来てるもんね、はい、だからこそ俺はいけんちゃうかなって思ってたよこんな話が来てもおかしくないぐらい今うねりになってるやんか。 DIC チャンネル伸びてきてるしチャンネル登録者数も増えて再生回数も上がってきてるから、うんうんね、これ本当いやありえないでしょって思ったんよ。えってなったけど疑えなかった。なんか演技上手くなってない。いつも直すときに演技するのにさめっちゃ長やったな。あれ UK が演技うまくなってる説が出てきた。そんなことないけど。メモまで出してな。メモ出してメモとかニヤニヤメモをニヤニヤしながら見てたから。どう言ったんやろと頭真っ白や。もう分からへん。でも部長あれやろ疑う余地なかったやろここにメモをして。そうなかったその走り書きの感じとかさ。これも先仕込んだ。じゃあ次は誰がターゲットにされるんだな。楽しみですな。だから社長と誰かのブースター入った時は気ぃつけなあかんぞ。あそれなんかいや見たんですよその話。見た。俺もタック君は見た。ああバレてましたね。バレてた。だって普段ブースに入らないじゃないですか、うんうん、でも入ってるからなんで入っていいんだろうなと。あ最初そのなんかそのこの部品外してとかですね、社長が言ってることを聞いてたんで、うんうん、それかなと思うんですけど、なんか紙持ってたんで、うん、なんかめちゃくちゃ見られてるやん。やばいっすよ、ね、それやばいっすよ、ね、気ぃつけなあかんの。疲れた。帰る。いやいや、すいませんね、仕事終わりに。いいね。疲れてるとこで。というわけで、ドッキリ大成功でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です、はい。じゃあもうここは最後、
ここで締めてもらおうか。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあいってらっしゃい、。また見てね。バイバイ。チャンネル登録もよろしくね。